次もですね、そのプドチというのをやっていきたいんですけどね、次はぬぐいプドチという曲を、演奏してみたいというふうに思います。このぬぐいプドチはですね、先ほどお話をしましたけれども、薩摩藩に、の支配下に置かれたですね、琉球王国の子息が、沖縄から鹿児島まで出張する時の、まあ、今でいう出張していく時の船旅の様子を歌った曲であります。ということでですね、これは、
薩摩にこう登っていく道行きと神女、そして見送る人たちの様子を、くどちの形で、歌われている曲ということでですね、那覇、奄美大島、鹿児島までの船の旅をまた、安全を願ってね歌われた曲だというふうにも言われて、おります。ぬぐいくどちを、やってみたいというふうに思います。Oh.
今のがカジャリ風ですね。続きましては女節、沖縄地図をですねちょっと思い出してもらいたいんですけど、島のウエスト部分、細いところですね、真ん中のあそこが女村といいましてね、今ものすごい レジャー地域、レジャーホテルやなんやらもうあってですね、昔はそこが海岸が綺麗なもんですからね、月の浜とかですね、そういうふうに呼ばれてたんですけど、今は現代風になりましてですね、全日空のホテル関係からしましてね、ムーンビーチというふうに名前を書いてますけれども、そういうふうなビーチが多くで、ここからの観光団も結構多いところなんですね。で、先ほどのいじりではないんですけどね、パチンコ屋の話がありましたけれども、女村、そこにですね、インブビーチっていうのがあるんですよ。だからいじりのパチンコ屋じゃないんですけどね、女のインブビーチっていうのがあるんですよ。で、これ本当の話なんですよ。で、もっとショッキングな話がですね、テレビ局の女性アナウンサーが天気予報をね、朝の天気予報を実況中継するんですけれども、富城今は町かな、そこにまた面白い池といいますか、湖といいますか、そういうのがありましてね、これはもう放送禁止用語になりますので、興味のある方は後ほど聞きに来てください。じゃあ女節参ります。だけれども、これはその女村に女岳という山がありましてね、そこに登って麓を見ると松並みが非常に綺麗だわというふうな内容の曲であります。終わってから申し訳ないんですけれども、そういうようになるんです。じゃああと最後になります。ビヌチ節といってですね、ビヌチっていうのは沖縄方言、共通語に直すとベノキ、これも沖縄本島北の方でベノキという地域があるんですけれどもね、そこに伊豆の花という木があって、その木に咲く白い小さな木がものすごい綺麗なんですね。
口なしに似たようなそうでないような、サザンカに似たようなそうでないような真っ白い花がこう咲くんですけれども、その花のように私もきれいに咲いてきれいに生きていきたいわというふうな内容の、歌であります。何を今さら言ってるのよという人がいるかもしれませんけれども、青春時代を思い出してもう一度きれいな姿になってみたいもんだなというふうに思います。今日最後になりますけれども、ベノチブシお送りをいたします。はい、どうもありがとうございました。